新型コロナのデルタ株が入ってきたことで学校やコミュニティで緊張が走っています新北市では大規模なスクリーニング検査が行われコミュニティでは消毒が毎日行われています幼稚園での感染事案は拡大を続けていて9月12日には70歳の男性の感染が確認されたほか幼児の母親の同僚とその妻子も感染が確認されました専門家は今後2週間はさらに感染者が現れると予測しています 散発的な隠れた感染の連鎖が現れているのはデルタ株であるからだと考えられるデルタ株は少数が無症状の間に高いウイルス量を持っていてこのように隠れた感染の可能性があると考えている公衆衛生の専門家は簡易検査の習慣を維持することが感染拡大のコントロールに効果があるとして奨励しています 現在の事案はエジプトから戻ってきた父親が感染源である可能性があると思われていますがこの点について一部の専門家は憶測の域を超えないとしています真の感染源は一人や少数の人では判断できない海外から入ってきた人たちは長い時間の隔離を経ている ウイルスの父と呼ばれる中央研究員のライ・メイショウ氏は最近、台湾に戻ってきてまさに隔離を受けているところで台湾の貿易コントロールについて評価次のステップはウイルスとの共存を学ぶべきだと考えています。 新型コロナウイルスは今後も存在し続け人類と共存していくワクチンをおよそ70%から80%の人が2回接種完了すれば解除を宣言し始めてもいいしかし台湾のワクチン産業チェーンと製薬産業チェーンは将来のウイルスの変化球防止のために追いつく必要があるとしています。